こんにちは、デリッシュキッチンです。豚こまともやしのポン酢生姜炒めを作ります。豆苗1/2パックは根元を切り落とし半分に切りましょう。フライパンにごま油大さじ1/2を熱したら、豚こま 100g ともやし1/2袋を加え、肉に火が通るまで中火で炒めます。豆苗を加えたらさっと炒めましょう。ポン酢大さじ1、おろし生姜小さじ1/2、塩コショウ少々を加え、よく炒め合わせたら完成です。豆苗が入ると色鮮やかですね。以上、デリッシュキッチンでした。